西日本地区代表川上千尋選手の演技です。1分45秒の演技が始まりました。知念さん、まずこのエアロビックの基本的なルールなんですが、はい、芸術、技術、難度の3つの合計点で競い合います。はい、一番自分の得意なところを伸ばして得点を取るんですね。はい、ですから合計点は10点ではないんです。はい、約20点に近いとかなりの高得点だと思っていただいていいですよ。はい、さあ、そしてこのフロア 7.6 メートル四方あります。かなりのクッション性がありますね。そうですね。はい、これを音楽に合わせて、最大12の技を組み込んでいくんです。はい、いろいろ種類があるんですが、大まかに4つのグループがあるんですか。そうですね。はい、今のようにこうバランスを強調するものとかですね。はい、その技によって必要な体力が違います。はい、これも開脚を見せました。技の一つですね、ヘリコプターです。はい、これも開脚をしながら柔軟性を見せてきました。はい、その他にも、はい、技だけではなくていろいろなステップを組み合わせてフロアを大きく移動していくんですね。技につなげるまでの過程というのもこのポイントの対象になってくるわけですね。はい、つなぎという以上に、はい、エアロビックの独自の技術として、はい、音楽のビート感に乗ったステップのコンビネーションが大事なんですね。はい、曲も大きな材料になりそうですね。川上選手、非常に清潔感のあるクリーンな演技でしたね。はい、